久保さん、今回、あの粗品の借金とかにしときましょうか。粗品の借金。<laughs> あのー、久保さん粗品、芸人さんで粗品さんっていう名前の人がいるんですけども、借金の、まあ借金してるっていうことで有名なんですけど、借金の買い歌がこれ1000万回回していて、借金代を。 借金大王っていう替え歌が397万回回していて、えっ、ー、と、借金の、えー、相関図、どうや、誰に借金してんのかっていう、それをこういう人に借金してますっていうホワイトボードで図を説明してるのが237万回。あのー、どうなんですかね。 今の時代すごいですね。借金してますよっていう情報を流してめちゃめちゃお金稼ぐっていうね。どういう時代なんでしょう <laughs>。いってらっしゃい。